造幣局、桜の通り抜け桜の通り抜けとは、毎年4月中旬頃の八重桜の開花時期の7日間に、大阪府大阪市北区に位置する、独立行政法人造幣局の敷地内の一部が、一般公開されて行われる、多品種の桜を見る催しのこと。通り抜けという名称は、大川沿いに続く港内通路沿いの560メートルに、多くの桜が植えられ、 その通路に沿って一方通行で花見客が通り抜けることから明治40年頃に定着したもの。造幣局は日本桜名所100選に選定されており、校内に植えられている品種は、寒山や不賢造などの遅咲きの八重桜を中心に134品種338本を数える。このうち一つの品種が今年の花として、 毎年選定され公表されている。天保、高下年代に伊勢国津藩主東道や大阪倉屋敷の包みに桜を植えたのが始まり、毎年の花見時期に屋敷を開放し観音させる桜狩りを模様した。明治政府により没収された倉屋敷の一部は明治4年に造兵局として整備され開業した。倉屋敷にあった桜は大川の川岸通りに移植され、 造幣局敷地内には明治3年以降に新たに桜の若木が植えられ、それらが現在の桜並木のルーツになった。明治16年に造幣局長遠藤金助が局員だけの看護ではもったいない。大阪市民の皆さん方と共に楽しもうではないか。と一般に開放された。開放当初は午前10時から午後4時の開放であったが、 次第に開放時間が拡大され、明治三十八年には午前八時から午後六時の開放となった。明治四十年には午前八時から午後五時に縮小された。開放期間中の人出は、明治二十六年七万人、明治三十二年九万六千人との記録がある。千八百八十九年の日本旅行中にこの通り抜けに遭遇したノーベル賞作家キップリングは、 当時の様子を、川と並行する道沿いには桜、桃、梅といった木々が、ピンクや白や紅の花をいっぱいにつけ、枝と枝を差し交わしつつ、目の届く限りの、遥かか方まで柔らかなビロードの帯のように続いていた。水辺のアクセントである緑色の柳を伴って、辺り一面には最も贅沢な春の祭典が、繰り広げられていたと描写し、日本人が、 庶民に至るまで花見という絶景を楽しむ趣味を持っていることに驚きを示し、読者に向けてこの時期に日本に来なさいと勧めている。明治42年には一重の芝山132本、三車返し68本等などの18種類287本の桜があり、寒山や不現像などの遅咲きの八重桜が多い現在の植樹状況とは異なった趣向であった。 大正時代には周辺の工場からの梅園の影響によって女性が衰えたことで大正末期から昭和初期にかけて全国から苗木を集めて捕食されていった。捕食を進めた結果昭和2年には12種455本、最も本数が多かった昭和6年には74種764本になった。 大正6年には6日間で70万2252人の人出があり、これは戦前の最高記録である。昭和20年6月15日の空襲で造幣局の桜の過半数が消失する等の被害を受けた。戦後の復興は昭和21年から北節地域からの移植を受け、昭和22年に5年ぶりに通り抜けを再開した。その後も捕食が続けられ、 昭和26年に戦前の状態まで復興し、同年に夜間開放が始まった。昭和34年に当時過去最高となる106万1780人の観護者数を記録した。昭和42年4月22日、一人の観客がつまずき倒れたことをきっかけとして、多くの観客が折り重なって転倒し、一名が亡くなる事故となった。 この事故を契機として、門や通路の拡張工事を行うとともに、閉門時間を混雑状況に応じて変更するなど柔軟な運用が行われるようになった。昭和50年4月19日には、1日としては最高の36万人の観応者数を記録している。この年から毎年1品種が今年の花として紹介されるようになり、また、 通り抜け記念メダルの販売も始まった。平成17年に過去最高の114万7000人の看護者数を記録した。平成23年は、東日本大震災に際する電力危機により、内外からの開催反対意見があったが、夜桜ライトアップを取りやめて昼間のみ開催され、開催7日間で1000万円余りが募金された。令和2年と令和3年は、 新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け中止された。当初2021年は貿易拡大防止のため事前にはがきによる抽選申し込みに当選した方を対象として、1日あたり8400人、かつ1時間あたり1200人を上限として申し込み者に曜日と時間を指定した入場を受け付けた上で4月8日から14日に、 開催する予定になっていたが、変異種などによるコロナウイルス第4波の影響が広がっていること、また、日本国政府が大阪市に対して、まん延防止等重点措置を4月6日から5月5日に適用することを決めたことを踏まえ、来場者の感染を防ぐために、同年の開催も見合わせることが決まった。独立行政法人造兵局、桜の通り抜け。2016年4月閲覧。 ありがとうございます。